うむうむ。皆様こんばんは。うむうむの田中レイです。前回の環境づくりに引き続き、今回は絵の具遊び第1弾ということで、道具のご紹介。今回は特にうむうむのアトリエでよく使用しているアクリル絵の具にフォーカスしてお話していきます。うむうむアート TV では、上手な絵を描く、画材を上手に使えるということではなくて、子供から大人まで感性をいかにフル活用するか、想像力をどういうふうに育んでいくかというのを大切にお伝えしていきたいと思います。絵の具遊びに関しては3歳以上のお子様、感触遊びが楽しいお年頃からすごくおすすめの制作遊びになるので、ぜひ参考にしていただければ嬉しいです。見守る大人の方も絵を描くというよりは感触遊びをするようなイメージで子供たちを見守ってあげるといいと思います。では、行ってみよう！うむむ！まずは絵の具の紹介からいきたいと思います。これが一番メジャーかなと思うシリーズです。ターナーのアクリルガッシュ。いろんな色数があるんですが、こういう12色とか24色36色のセットも売っているので、一人で使われる場合はこちらが一番おすすめです。もしご家庭でご兄弟がいる場合とか、保育園とか幼稚園で絵の具を使いたいという場合は、こちらのアクリル絵の具が一番おすすめです。世界堂で売ってるシリーズなんですけれども、アムステルダムのアクリリック。この大容量シリーズの中では割とお値段が手頃で、かつすごく色も綺麗です。で、色数も多くて、こういう金色とか銀色とかメタリックなものもあります。で、子供たちにさらに人気なのが、この、イケアのシリーズです。で、これは、ネオンカラーとか、メタリックの金とか銀が入ってるシリーズなんですが、この、形ですね。先っぽが、こう、尖っているので、こういう感じで、ドレッシングみたいに出ます。で、これでビャーっと描いても、すごくおすすめだし、色がすごい、ネオンカラーで、はっきりとした色です。ただ、この絵の具、全然乾かないので、遊んだ後は3日ぐらい放置するのがいいと思います。うむむ。はい、続いて、筆シリーズです。筆って本当にピンキリでこういう毛足が長くて、ナイロン質のものから、毛が短くて柔らかいもの。あとこれは、豚毛といってガサガサした硬い毛のものとか、お人形の眉毛を一本一本描いたりするのに使う、すごく細い筆とか、もう本当に筆はたくさん種類があります。もし、今回絵の具遊びを初めてやるという方は、このあたりの筆の太さがおすすめです。で、筆って大きく分けて、こういう、平筆タイプですね。平らな筆と書いて平筆。上から見るとわかるんですが、ここが平らです。なものと、丸筆タイプ。これ上から見ると丸いんですが、があります。で、たくさん色を塗りたいときはこういう平筆がおすすめなんですが、線を描きたいときは丸筆がおすすめです。で、このあたり全部、ダイソーで購入できます。で、この丸筆と平筆は4、5本セットで売ってたりするので、いろんな太さが購入できます。ここに書いてある数字が筆の太さになります。これは12って書いてあるので12号ですね。こっちも12号だ。両方12号です。本売りで売ってるものなんですけど、これもすごい作りがしっかりしていて、書きやすくて、で、たくさん色を乗せれるので、これすごくおすすめの筆です。うむむ。例えば、スポイト、子供たちに大人気なものとか、これは木のかけらです。もう絵の具まみれなので、全然木に見えないんですが、いろんなサイズがあるといいと思います。ホームセンターで木のかけらたくさん置いてたりするので、それを買ってきても面白いと思います。丸い棒とかもたまにあります。歯ブラシ。歯ブラシも、まあ、ブラシなので、このままこう書くこともできるし、いろんな表現を出すことができるので、おすすめです。あとは、スポンジですね。これも、食器洗い用に売ってたのを、いろんな大きさに切ったりとか、こういう、モケモケのやつがあっても、面白いかなと思います。
で、さらに画材の専門店に行くと、こういう海綿っていう海に生えてるものなんですけど、これも濡らして使うとすごく面白い表情が出ます。ちょっとお高いです。であとはこの版画用のローラーですね。これもダイナミックに絵の具遊びができる道具なのでおすすめです。うむむ。続いて絵の具を出すパレットですね。だいたいパレットっていうとこのタイプが思い浮かぶと思うんですけど、私のはもうグズグズでこんな感じです。で、アクリル絵の具って乾くとカチカチに固まるので、一度固まるともう再利用できません。子供のアトリエでおすすめしているのはこちらの紙パレットです。ちょっと見にくいんですけど、表面がツルツルしていて、水を弾く紙になります。で、一冊単位で売っていて、たくさん紙が入ってます。で、これ屋外スケッチとか行くとき用の使い捨てパレットなんですけど、いろんなサイズがあります。で、だいたい500円から1000円ぐらいの間で買えます。で、私のおすすめは子供たちの手足より大きいサイズですね。があるといいかなと思います。もし子供たちが大人数だったり、ご兄弟がいるときは絵の具を出すのも紙コップがおすすめです。後でこちらも使い方説明していきます。で、さらにこういうローラーを使いたいときは、100均で売ってるこういうトレイですね。トレイに絵の具を出してこう使ったりもできるので、こういうのがあってもいいかなと思います。うむむ。続いて、道具を洗う水入れをご紹介していきます。必選バケツと言ったりするんですが、一番メジャーなのはこのタイプですね。たくさん仕切りがついてて、でここに筆を立てて干せるっていうタイプのものなんですが、私はこれ実はあまり使っていません。で、私はこの筆洗い必選バケツを、筆のお風呂と言って子供たちに紹介しています。おすすめはこの、IKEA で売ってる植木鉢。で、下が穴開いてないタイプなんですけど、これ80円ぐらいでサイズによっては売ってるので、これが一番おすすめです。ね、筆を洗うバケツの他に、こういう、ペンや筆を刺しておく場所にも使えるので、すごい、ウルトラ多様性があります。大きいものを洗うように、こういう、これも IKEA の小物入れですね。を筆のお風呂にして使っています。うむむ。そして、絵の具遊びに欠かせない、その他の仲間たちもご紹介していきます。まずは雑巾ですね。ウエスって言ったりするんですが、私はこのちっちゃく切って使うサイズがおすすめです。長いハンドタオルを今これだと8分の1とか6分の1ぐらいに切って使っています。タオルが大きいと絵の具の溶いた水だと他のところに引っ張っちゃったりするので、もう気軽に捨てれて気軽に乾く。このサイズがおすすめです。ですね、お水を、まあ、毎回洗面所とか台所に汲みに行くのも大変なので、こういう大きめの瓶に入れて私は近くに置いています。でもし瓶を買うのが怖いとか、ちょっとお高そうっていう方は、ペットボトルでも全然 OK だと思います。1リットルぐらいをそばに置いとくと、まあ、すぐお風呂のお水も変えられるので、いいかなと思います。はい、あとは乾かし道具ですね。子供たちの絵馬、その場で持って帰ることが多いので、私はこういう安いドライヤーを絵の具用に使っています。でもしご自宅でやられたりとか、園で乾かしておく場所がある場合はそこに置いていたりとか、洗濯物バサミとかに挟んでいても乾くので OK だと思います。うむむ。はい、ということで今日は絵の具遊び第1弾をお届けいたしました。次回は今回に引き続き絵の具遊び第2弾として基本的な使い方などをご紹介していきます。より五感や感性をつっつく遊びを紹介していくので、引き続き楽しみに待っていてください。うむうむではオンラインと対面で子どもも大人も一緒に楽しむワークショップや研究会をやっておりますので、ぜひ興味がある方は概要欄を見てください。うむうむアート TV では今回のように大人も子どもも感性を刺激する想像力を育むアートのコンテンツをご紹介していきます。アートコンテンツ以外にも教育のプロにインタビューをする学習チップスなども配信していますので、チャンネル登録やいいねもお願いいたします。ではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。